サロンダコタの小谷です。今日はよろしくお願いいたします。僕のレザーこう短いんですよね。見ていただくと分かんない。でそれなぜかっていうと左手が肝になってくんで、指で挟んだ僕の考えるそのブランド感を出す、まあ、幅なんですけども、でこれなぜじゃあ耳上3センチの上でまっすぐ取るかっていう話なんですけども、約45度に上げて真ん中に集めて45度の部分をそのまま、そうすると前ギアが短くなって後ろが長くなるんで、顔前にのこの生え際に対してここから見た時にここの生え方がやっぱ下に向いてるんで、ここを3センチ3センチの枠で U の字で取って、あのレザーカット特有の角のないデザインっていうのがこういうふうにブローでも生きてきますから、このように滑らして切ってあげることによってこの部分の毛っていうのはほぼほぼいらないんですよ。ですからこれでこうかぶした時にもこのままさっさっさといくんですけども、これも左手の使い方がすごく大事で、今度はこっちですね、後ろに向かって割と顔周りのこのたまりの抜け感、あとはブラントなんですけど、で折ってあげることによってこうくびれがふわっとできると。こうシーソルトなんですけど、上からではなくて下からつけます。それはなぜかというと、作品撮りでも何でもそうなんですけど、した時このレザーで切った部分の髪の毛のこの毛流れ、まあこれが最大限に生きるようなくびれの、まあ、アイロンの巻き方、そんな感じです。